おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、もうこれしかないでしょう。新星6中央突破、レッピ監督徹底解説ということで、まあね、今実際に中央突破で環境を取っているモウリーニョ監督なんかと比較しながらですね、今回のニューロードアニバーサリーで追加されたこちらの最新ぶっ壊れ監督見ていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。まずはですね、比較云々する前にそもそものレッピ監督の強さみたいなものに目を向けていきましょう。なんといってもね、魅力的なところは戦術得意度レベル8ですよね。まあようやくこの間のサイドアタックの南米ガチャで、まあ、トレサンタの監督がねサイドアタックの得意戦術レベル7で来てたんですけど、まあその中でですね、そのトレサンタの監督がもう2週間ぐらいで過去になると、レベル8のレッピ監督が来るというね、恐ろしい状況になってしまいました。フォーメーションコンボは 3-4-3 ですね。ここから見ていきましょうか。まあ、いろいろね、組みやすい組みにくいみたいな話はあるんですが、センターフォワードにシンプルスタイルのファンタジスタがあり、右でムービングフォワード使う時点でだいぶね、いやらしいフォーメーションかなと思います。組みにくいね。ただこの 3-4-3 の形だと、似たような形だとね、あのミランの時の 4.5 周年のミランが同じように 3-4-3 だったんですけど、あそこはね結構不評でしたね、3-4-3 が。まあ、センターバックがね、3枚近い低い位置にいるのは悪くないんですが、変に上がってきてしまう、センターバックが高い位置に上がってくるので、あんまり安定しないっていうことで、正直あんまり人気なかったかなと思ってます。まあね、 4.5 周年のミランの時とは違って、3センターフォワードなのかウィングを使っているのかっていう違いはあるので、まあ、そこがチームをどう変えていくのかっていうところが焦点かなと思います。フォーメーションのコンボ効果見ていくと、シュートが含まれていません。ドリブル、パス、セービング、タックル、マーク、キープということで、まあ、このねコンボ効果で上がるステータス、今回で言うとドリブル、パス、セービング、タックル、マーク、キープっていう6つですけど、ここの部分がやっぱり今までの星5監督とは一つ違うところかなと思います。この上がるステータスの数って監督の星の数に左右されるんですよね。星5監督だったら5個でしたし、星4監督だったら4つでした。よいしょ、こんな感じでね、シュート、タックル、スピード、パワー、星3監督以下だとこれが4つだけど 60% とかだったんだっけ、3つですね。まあ、こんな感じでこのステータスの上昇が、まあ、星6ということでね、過去最多の6つ。1つセービングに割いてはいるんですが、まあ、そのセービングを上げているので、まあ、1個ね、あの実質ゴールキーパーにしかかからないんですけど、まあ、それとは別でタックル、マーク、そしてドリブル、パス、キープが上がるということで、まあ、強力な監督であることは間違いないかなと思います。で、今回からですね、こちらのレッピ監督の下ではこのポリシー特徴っていう新しい特徴が来ましたね。これが何かっていうと、ポリシー特徴は監督と得意戦術が一致している選手に対して付与される。これ全選手に対して付与されます。中央突破の選手だったら全員レッピ監督のフォーメーションで使えばフェザータッチが発動します。本当にこれね、便利ですね。あの戦術さえ一致してれば他何の条件もなく何の制限もなく発動します。で、この紫色の方に関しては、この監督のフォーメーションコンボに必要なプレースタイルで、そうかつそのポジションに配置されている選手に付与されるものになります。若干違うんだよね。だからね、ポリシー特徴のあの紫色じゃない方に関しては中央突破の選手だったら全員に発動しますが、紫色の方に関しては必須プレスタのところに中央突破で入っているということが必要になってきますね。まあ、ちょっと今私持ってないので、あ、インサイドハーフのティアゴとかかな、彼には紫色のやつが発動してますね。あとバッチョもですね。で、発動しているとこのプレースタイルのところが、必要なプレースタイルのところが白い輪っかではなく紫色の輪っかになっているのが分かるかなと思います。メッシが白、ティアゴ、バッジの場所紫になってますよね。こんな感じで監督の新しい特徴が発動した場合、スティールハンターの極意が発動した場合は目に見えるような形になってます。で、
ちなみにこの左上にねポルって POL って書いてあるのが中央突破の選手たちですね。中央突破の選手は全選手がフォーメーションコンボの必須プレスと関係ないところで発動する、こちらのフェザータッチが発動しますので、こちらは左上にポルと出ます。こっちは右上、こちらは紫色になってるっていうようなところかな。いや面白いですね。またちょっとこの監督ごとに特徴出てきたのと、あとはねフォーメーションコンボに発動品に必要なプレースタイルとかつその得意戦術を一致するっていうことがさらに効果を及ぼすと、いい効果を及ぼすので結果ガチャ引かなければいけないっていう状況にはなってきてるのかなと思います。さあそうしたらですね、レッピ監督のアビリティとか見ていくんですけど、戦術指導レベル4含めてあんまりね目新しいものないですね。消耗戦指導レベル1とか、もうあとはオフェンス強化指導、シュートバフがないのでオフェンス強化指導がその代わりに入ってきているような状況ですが、こんな感じでなんかねあんまり思ったよりも目新しい監督特徴はなかったなっていうのが正直な感想です。もうオフェンスバリエーションとかね、本当にモリモリでいろんな種類のアビリティが出てはいますが、新しくぶっ壊れ特徴を持ってきたってわけではないかな。さあそうしたらですね、ここまでで、星6新レッピ監督の特徴ですとか、星6が持っている新しいねポリシー特徴っていうところを皆さんお分かりになられたかなと思いますが、やはり気になるのはレッピ監督に乗り換える必要があるのかどうかっていうところですよね。ちょっと今回はそこに焦点を当てて後半話していきます。一旦バッジョが強いだとか、デブライネがぶっ壊れてるだとか、ネスタが最強クラスだとか、そういうところは置いておきましょう。純粋に監督の性能だけで比較しますと、私個人的には乗り換えなくていいと思います。いきなり否定なんですけど乗り換えなくていいと思います。理由いくつかあるんですが、まず一つ目がシュートバフ持ってない、これもねやっぱり避けて通れない大きなところかなと思いますね。シュートバフがあるかないかっていうところ、 80% 以上のシュート強化が乗るか乗らないかっていうところで、決定力に直結しますので、それがないっていうところは一つレッピ監督に乗り換えないっていう選択になるのかなとは思います。で2つ目なんですけど、フォーメーションコンボの形が 3-4-3 で、これがちょっと微妙、これも大きいかな個人的には。ちょっとさすがにこの形の 3-4-3 はね弱くはないんでしょうけれども、これで 4-3-3 とかだったらもうダメだって感じだったんですけど、ウイングを低い位置に置けるわけでもないし、この中盤の選手を横に開けるわけでもないので、でセンターバックもね横に開けないってなると本当にサイド攻撃に弱くなるよね、マジで。横からの攻撃にどう対応しようって感じになっちゃうかなと思いますし、あまりねやっぱこの 3-4-3 の形がこのゲームの中では猛威を振るうことはないので、こういう面でも個人的には乗り換えなくてもいいかなと思います。モーリーニョ監督はシュートバフがあり、かつ 4-3-3 っていうねすごくバランスのよく攻撃も防御もきちんとできるフォーメーションの形だったので、モーリーニョ監督がある程度チームとして完成しているんだったらマジで乗り換えないっていうことも一つ手に選択肢に置いておいてください。特にですね、新年開けたらまたどうせ新しいガチャが来るんですね。もちろん今回新星6監督なので目新しいんですけど、新年明けたタイミングでおそらくポゼッションの星6監督来るかなと思います。そうやって考えると、今回ガチャを引いたらまた新年引くかどうかっていう話になるっていうところも一つ、ポイントかな。逆に引くメリットなんですけど、もう純粋に乗り換えるメリットなんですけど、純粋にガチャのラインナップの選手たちがマジで強いって話ですね。バッチョはもちろんですが、コクーとかネスタ、特にネスタかなと今回思うんですけど、しばらく使えると思います。中央突破でセンターバックに組み立てセンターバックの入る余地があれば、もうネスタは本当に長く使っていける超優秀なディフェンダーだと思いますし、コクーも同じですね、すごく優秀な DMF だと思います。センターの連得賞も持ってるしね。でデブライヌも超強力、バッチョも超強力っていうことを考えると、この選手たちを使うっていうだけでもう乗り換える価値は十二分にあるのかなとは思います。なんですごく分かりやすくですね、年始にも全く新しくガチャが来ることを考えて、最近 4.5 周年とか南米ガチャとかちょっと続いていたので、皆さん結構ねいやもうしんどいよって方も多いと思うんですよ。そこで引くかどうかで、ガチャを引くかどうかで乗り換える乗り換えないの判断をした方がいいかなと思います。監督の能力だけ見て乗り換えた方がいいから結果ガチャも引くだと、結構ねこのガチャが乱立している現在だと結構ハードかなと、お財布にハードかなと思いますので、
ガチャの方から見た時にちょっと中央突破弱いんだよな、この選手欲しいなとか、ラッシュフォード、エムバペ、あとはネスタとかコクーとか旧バージョン持ってるからすぐに貫突できるんだよな、だから引いてみようとかで乗り換えるっていう風な逆算してね考えた方がいいかなと今回思います。監督だけで見るならモーリーの監督めちゃめちゃ強いので全然こっちでもいいと思いますので、ちょっとねご自身の中央突破と、あとはまあ南米ガチャとかミランが来た後のね今回のこのニューロードアニバっていう現状と、あとは新年にまた来るっていうことを踏まえた上でぜひご検討ください。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。まあとは言いつつもね、新星6監督ということで間違いなく使っていて楽しいですし盛り上がる監督だと思いますので、ぜひぜひね乗り換えた方は存分にレッピ監督使っていただければということで、またねレッピ監督のこんなところが強かったよとか、モーリーの監督から乗り換えなくていいと思いますみたいにね、皆さんの意見もコメント欄でいただければ幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。